はい、このホテルが都合8日間からお世話になったセンターホテルのレセプションでございます。皆さんおはようございます。万歳大家のチャンネルです。今日は1月23日火曜日、ワンアンカーンだったと思うんだけど、火曜日とタイ語で火曜日と言ってますが、実はここはベトナムのダナンダナン。それで今ホテルを出て空港に向かっているところです。まだ朝のね6時17分ってな感じかな。枝豆積んだもんなのだ。これから一緒にバンコクに帰る旅のお供をするのだ。よろしくなのだ。それで1日目と最終日だけで雨が降るというね。まあまあこの雨って言ったって、まあ、傘さす必要のない雨だけど、来た時と帰る時だけ雨降る。あとは見事にね、あの傘の必要のないいい天気でした。12番のバスに乗るために、北道とは違う道だと思いますが、しばらく歩かなきゃなんないんです。でここがね、長藩。こんな朝早くね記念撮影してるのね。来た時はね、なんかこっちの道からぐるっと行ったみたいですね。このあの長藩っていうあの市場がね、あのランドマークしかそんなに なりました。やっぱ最後までね右側通行ね慣れないね。あのよく見てよく見てさらによく見て、タイよりもね、タイは日本と同じだからね、左側通行でね。はい、それではね、来るときは3軒寄ってきたんだけどね、ホテルまでね、お店今あの朝早いんで、そうやって時間もねあのゆとりがないんで、とりあえずバス停の方に黙々と歩いていきます。はい、バス停に無事到着しました。時間は6時29分。にわか雨、今気温20度ですね。1月23日でございます。ここからダナンの空港に街走ってるバスに乗っていきます。結局今回はね、あのグラブのねアプリ入れたんだけど、結局使いませんでした。グラブ初体験してもよかったんだけどね。あのお姉さんなんか知らないけど、こっち見てニーって笑いました。タイじゃねたまにそういうことあるんだけど、ベトナムの人って割とねそういうことないんだけどね、なんか知らないけどこっち見てニーって笑ってました。あ、そうそうそう、ホーチミンでも一回あったんだけど、この車道歩いたらね、後ろからピー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 って、ね、前回は前からだったけど、一方通行の逆走しててね、それで歩道の上走ってんですよね。この黄色い線ね、バイク走っていいっていう意味なんかな、なんかよくわかんないですよね。まあいずれにせよね、歩道の逆走って言ったら日本じゃねありえない話ですよね。はい、今度来ました、12番空港行きのバスです。はい、乗り込みます。チンチャオです。はい、順調に12番のバス乗ってます。乗客は万歳大家ともう一人だけで、後ろに座ってる車掌さんに、男性の車掌さんに、空港大丈夫かって言ったら OK ということでした。8000ドンです。140円ちょっとです。あ、ここに着いたんだ。これね、まさに乗ったとこですね。はい、このバス乗ってきました。めちゃめちゃ快適です。はい、時間は
9時半の飛行機だったと思うんだよね。だからすげえ早いの。はい、ダナンの空港ダナン。また大勢のお姉さんが前にね歩いてますね。インターナショナルデパーチャーズターミナル2、ここでいいんだね。便利便利、歩かなくていいから便利便利。今ね、その青材ですけど、ホーチミンじゃね、本当に空港でしか見なかったんだけど、まあ、ここ空港なんだけど、街でよく見たな、ダナンはな、青材、うん、ベトナムのね、日本でいう着物みたいなもんですよね。あの一番上のあれです。はい、あれですね、 FD635、 9時35分結構何本もね、バンコク行き出てるから、もっとねこんな朝早く起きなくてもいいようにねしてもいいかな。はい、いただきました。お座席が31の B、 後ろの方の3列席の真ん中でございました。3列席の真ん中ってね珍しいです。まあ1時間とちょっとぐらいですか。はい、ここからは出国なのでビデオ撮れません。はい、パスポートコントロールは待ち1人、あ2人か。それで保安検査、その後の保安検査をなんと、うっかり入れてた水バイミー全部通過しております。これからゆっくりね、っていうかねラウンジあんのかな。はい、このチップオーキッドラウンジっていうのかな、ここ使えます。シンチャオ、シンチャオ、カモン。はい、はい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 、ダナンのラウンジでございます。いいね、7時、まだ2時間近くある。こりゃ綺麗なラウンジだ。ダナンのラウンジダナン。最後までこのペースで行きますよ。でもこの空港で終わりかな。そういうお聞き苦しい万歳親のおしゃべり。本当誰もいない。私が最初のお客さん。じゃあ最後のね、もうね来ちゃったらね飲むっきゃないっすよお客さん。はい、すいませんね、行儀悪くて。もうね B 席だからね窮屈でしょうがないからね、もうヘベレケになりたいんですってね。ヘベレケになったらね、水はいらないっすよ、もうあるからね。ビアサイゴン、あビールはビアサイゴンとバーバーバーで、ホーチミンスタイルだね。じゃあビアサイゴンのラガーいただきますか。ちょっと苦いやつね、集めた。ビールだからグラスいただいて、あそういえばバインミー食べないとダメなんだな。バインミーあるから、これはフォーでね、インスタント、あ普通のフォーもあるね。あこれはなんだ、あバインミーのスープだ、あおかゆがある。これはスープっぽいね。これエースコックじゃん、これエースコック。そうベトナムって確かエースコック進出してんだよね、エースコック。あチェーだ、チェーチェーですよ、チェーチェー。よしチェーもいただこう、チェー。意外にこんなとこでチェーいただける。これです、珍しいご提示の方法です。でビールはすごいキッパーだしね。はい、今日のラウンジです。今朝のラウンジ、これにねバインミー、はい、バランの バインミーです。これスペシャルかオリジナルか分かんないです。
昨日の食べたのがスペシャルじゃないかなと思って、高い方ね。でもこれね、お腹いっぱいだったらね、お昼ご飯でもいいかな、持つのかな。はい、とりあえずいただきます、ビール。ほれほれ、ベトナムのスタンプがね増えました。一番上の緑はフィリピンのやつです。こっちはタイ、こっちはタイだね。はい、9時7分前に到着です。ドンバンから来たやつね。はい、チェックします。イミディトリー、9時14分です。35分発です。ドンバンに行きます。ここもね、新明和のボーディングブリッジだね。結構ね、この日本製新明和のねボーディングブリッジ使ってるとこ多いよね。はい、もうちょっとでボーディングなんだけど、 31B の席です。はい、この機内の中からはタイ語です。タイ、エアアジアでございます。はい、ボーディングタイム9時18分。ニーカーカポン。いや、結構な搭乗率ですね。さすが LCC。 はい、なんかね、どこの人たちかね、なんか大騒ぎですよ。はい、ダナン。じゃあ早めに反応してますね。ダナン、どんばん。早、プッシュバックしてます。まだ立ってる人いっぱいいるし。どこの人たちかわからない若者グループが騒がしくて大ヒンスク、 CA さんにも座るように言われていたのだ。10分早いの珍しい。 だけど機内は大騒ぎ。11時20分、時間は9時26分。やっと、ま、この周りな、うるさいやつらです。はい、テイクオフに入りました。今時間は揺れてるな。今ここ飛んでます。最高列なんで時間かかるのしょうがないよね。しかも置き止めだ。ここか。やっぱこっちの方が気温高いね。はい、到着しました。バス降りました。はい、パスポートコントロール終わりました。今回はね10人並んでました。珍しいね。どうも、ここも結構人、あ、それ
結構いるみたい。なんか到着便がなんか連続したみたいですね。今時間は11時半です。お昼ちょっと前です。空港開放の方に向かいます。出口、はい、ドンマンの出口はいつもここですね。で、SIM カードもちょっと変えないとね。まだベトナムの SIM カード。はい、到着しました。バンコクです。あ、今デイタックのね、SIM カードのところ行ったら、あ、ピン貸してくれって言ったらね、中までさせてくれました。設定まではさすがしてくれませんでしたけどね。設定そんな難しくないから。はい、バス乗り場に到着しました。なんか人いっぱいいるね。 A1、A2。 いやー、あの SIM カードさせただけなんだけど設定いりませんでした。あの一番最初だけなんかね、これはめちゃめちゃ楽でした。ベトナムの SIM カードを取ってこのデイタックの SIM カード乗っけてさせただけってね、ということでした。便利便利。はい、 A2 が来ました。なんか待ってる人めちゃめちゃ多いし、あっさり乗れまして、いっぱい並んでる人何待ってんだろうな。 A3 か A4 かな。だって白人がね、パタヤ行くのかとか聞いてるの全然筋違いだし、というわけでした。じゃあちょっとバスブログしましょうか。バスブログ、今回の旅はね、やっぱりね、今こうやってドンバン、バンコクのね、今バス乗ったから涼しいんだけど、まず思ったのはね、気温が全然違います、ダナンとバンコク。だからこの時期ね、今年は特にこの寒気の冬、タイ暑かったんだけど、この時期ダナン行けばね、なかなかいいんだな。あ、それ以上もダメなんだ。そんな気がしました。それでね、前からね思ってたね、さあホーチミンかダナンかっていうようなことになるけど、これはね思いました、一長一短ですね。なんかちょっとね、ベトナムの深み、もっともっといろんなお料理とかね、まあビアホイの魅力も大きいですよ。そういったものを味わいたいんだったら、ちょっとゴミゴミしてるけどホーチミン。それでダナンはね、ビーチリゾートですね、激安ビーチリゾート。そんな理解というかね、そんな風に思いました。あのダナンの街はね、あの一回ね、あのちょっと転びましたけど、あの遠赤でね、道は歩きやすいし、それで道幅が結構広いんですよね。でゴミゴミし、あのホーチミンほどゴミゴミしてないし、あの BB みたいなクソうるさいとこもないしね、あのなかなかねいい感じでした。うん、だからダナン行った人ね、みんなダナンいいよいいよって言うけどね、万歳遊園にとってダナンが一番良かったのはやっぱり気温です。それでね、今このバス A1 バス乗る前にね、あのバス待ちしてるんですけど、湿度が違います。ダナンはね、川の横、海のすぐ近くなんだけど、もっとカラッとしてましたよ、湿度がね。ここはもうムシムシっとね、なんかね、あの沖縄と同じです。沖縄よりムシムシっとしてるかな。まあそれはいろんなね事情があってこんなあの天候なんだけど、あとダナンで良かったのは、ダナンで一番美味しかったのはね、バンカンクアかな、バインカインとかってもいいんだけど、あれの味がね良かったですね一番。その次に良かったのは、これ万歳妖艶の独断と偏見だけど、チェータッカンですよね、あのチェーの店で。その次に良かったのは、まあちょっと交通つけがたいかな、あの海鮮、だから3回も行ったんだけど、あの海鮮料理ね、あの850円だか900円だかの、もうお腹パンパン、小瓶だけどビールも2本飲んじゃってヘビレケで、その後にね、あのめちゃめちゃ丁寧なね250円の散髪、まあ、それはあのグルメじゃないけどね、いやダナン良かったですわ。また行きたいです。だけど今度は8泊はいいですね、5泊か4泊かぐらいね、適当な頃にね。
感じで行きたいです。もっとディープな、もっといろんなもの、いや、なったらホーチミン、その時のね、季節と、その時の、チケットの安い時と、ホテルとかね、そんなんで変わるのかなとか思ったりしました。いや、ベトナムやっぱ最高ですよ。国はね、国の評価はもうダントツですよ。まあ、ベトナム一択ですよね。そう思いました。それじゃあね、8泊9日のベトナムダナンの旅、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃね、ずっとダナンの動画が続きましたが、それでね、今週、来週あたりね、確定申告の仕事をしなきゃなんないし、YouTube の編集してるとね、もう疲れちゃって確定申告の仕事する気ね、全然しなくなるんですよね。だからね、1週間月曜日から金曜日まで5回分ぐらい、まあ、それで確定申告できるかどうか分かんないんだけど、一回動画の配信をねお休みしようと思ってます。まあどうなるか分かりませんけどね、ということだな、じゃなかった、ここはバンコクです、はい。今ね、高速道路ね、お金払って、これバスだから110バーツなんかな、あ、これカードか、あ、現金払ってる、現金、はい。じゃあ、あんまりねペシャペシャ喋ってると前のね人の運転の邪魔にもなるので、これぐらいしたいと思います。それじゃあずんだも、一言お願いします。丘の下、結局確定申告は同時進行ですることにしたのだ。その分大変なのだ。それで今回のダナンの旅を終わりにするのだ。ご視聴ありがとうなのだ。枝豆。それじゃあニャンゴちゃんコーナーに入ります。ニャンゴちゃんです。バイバイです。はい、ダナンから帰ってきたらいました。ほら、このニャンゴちゃんね、この草むらの中にいるね、なんか探してんだよ、獲物を。いましたか、いましたか、にゃんごちゃん、にゃんごちゃん、おまた突入の図、あんたはできものあんまないね。